クルチャー、今日はテレワークに向く人と向かない人ってどういう差があるのっていう、そういうお話をしていきます。今回のですね、コロナの騒ぎで緊急事態宣言っていうのも4月に発令されて、でそれ以来5月末まで、東京とかを中心にテレワークっていうのが進んでいったという、そんなニュースが結構あったりします。実はとはいえテレワークがちゃんとできてますかっていうのをニュースが調べた、とあるところが調べた結果ですね、実はそんなに導入進んでないっていう話なんですけど、やっぱりそのコロナとかアベノマスクとかテレワークとかっていう、この3つくらいは今年の流行語になるんじゃないかとは個人的には思ったりはしてるんですけど、そんな話は置いといて、やっぱりとはいえ、まだまだなかなかそのコロナの第2波も起こってきている状況ですから、テレワークっていうのが今後も推進されていくであろうなっていうふうには思います。でそんな中、通常の日常に戻ったっていうことを想定したときに、このテレワークっていうのを続けてやっていっても大丈夫なタイプの人と、いやそれはちょっとやってしまうと仕事に支障がきたすなとか問題が出てくるなっていう人と、どういう違いがあるのかなっていうことを、タイプ別で見ていきたいと思います。タイプ別って言ってもまたたったの2つしかないんですけどね。ということで今回はとある夫婦の事例を、出しながらお話をしていきます。でまずは奥さんの方ですね。奥さんの方はフリーライターで、お一人で仕事をされている方でして、で数年間も在宅ワークをしている方なんですね。で一方で夫っていうのは一般のサラリーマンの、営業職をされてて、で、普段はいろんな会社さんに回って、法人営業をしているという、そんな方です。で数年間在宅ワークをしている奥様ですから、通常通り今回のテレワーク騒動、コロナ騒動によってテレワークっていうになっても、普段から在宅でやっているので、全然苦でもなんでもないと、いつも通りの仕事ができていると。で一方で夫もじゃあこのコロナ騒動でお客様のところへの訪問 NG っていうのが結構増えてきたから、じゃあ家で仕事をするようにしてみようというふうにしたんですが、残念ながら俺向いてないわっていうのを半日で結論出しちゃったっていう、そうなんですね。でその奥さんが今回書いた記事を、ちょっと一部抜粋してお話をお伝えしていこうと思うんですが、結局ですね、その奥さんが書かれてたのは、在宅ワークに向いてる人向いてない人っていうのはやっぱりルーティン化できてるかどうかっていうことが非常に大事なんじゃないかっていうことを推察されてらっしゃるんですね。で奥様の方は幼少の頃から同じ時間に起きて、で同じ時間にご飯を食べて、で同じ時間に働いたりとか、あるいは学校に向かったりとか、でこの時間にはこういうことをやるっていうことをもう日常的にもうルーティン化をしてたわけなんですね。ところが一方で夫っていうのは気分屋なところがあって、やりたい時にはこれをやろうとか、これ今やりたくないなと思ったら後回しにするっていうのが普通だったりしたんですね。要は一日の流れっていうのがその日その日によって結構バラバラだったりするんですよ。ご飯を食べる時間とか寝る時間とかも違えば、やっぱり法人営業なんでお客様とのアポイントもありますから、その時間によって、家から出社したりとか、ごめんなさい、家から出社当たり前ですね。家から、お客様先に行くってなったら、ちょっと時間に余裕があったり日ある日もしますし、一方で通常の出社の日だったらこの時間ってもう通常よりも早い時間、通常じゃない、お客様先に直接行くよりも早い時間で、会社に行くとかっていうので、結構バラバラだったりとか、帰ってくる時間バラバラだったりとかっていうのがあったりするんで、なかなかそのルーティン化しづらい生活っていうのを送っているわけなんですね。だからテレワークは確かに時代の流れとして求められてきているものではある一方で、どういう人が向いてるかっていうと、やっぱりルーティン化できるような仕事を持っている人とか、あるいはそもそもの性格上を仕事モードに入る、要はこの時間はこの仕事をするっていう風にきっかりと、9時から18時まで途中休憩を挟みながらであっても仕事モードに入れるっていう方、あるいは、テレワークですから、オンラインでの連絡っていうのを取ることが苦じゃない人ですね。その夫っていうのはメール1本打つよりも電話した方が早いっていうようなタイプの方らしいんですよね。でなったらやっぱりオンラインでなった時に家で電話ってなかなかその仕事の話とかってしづらかったりするじゃないですか、やっぱ夫婦間であったとしてもっていうことなので、却下みたいな感じで、テレワーク向いてませんよと。それからあとはやっぱり仕事っていうのはコミュニケーションが必要なものと、フリーライターのように一人で黙々と記事を書くとかっていうので、
一人でできるものもあればチームでやらなくちゃいけないものもあったりするので、この一人でできる仕事っていうのをずっと携わっている人は、まあ、テレワーク向いてますわなみたいな話なんですね。ということなので、その奥様が書いてたのは、結局人には向き不向きがあると。旦那はそのテレワークが時代で求められてたとしても不向きなんで、もう別に無理してテレワークをやらなくてもいいんじゃないっていうふうに伝えてあげたというような、まあ、そんなことが書かれていました。で、やっぱりそのこれからの時代、その家にいながらとか、あるいはカフェとかで、まあ、ノマドスタイルで仕事をするっていうことが、いや時代の流れだぜとか、流行だぜみたいなこと言われたりするんですよ。で、一方でスーツで電車に乗ってなんてっていう風に、やっぱり嫌がる人たちもたくさん増えてきてるとは思います。で、これからフリーランスだとかっていう風にも言われたりとかしてますけど、ノマドスタイルとかフリーランスとかって言われたりとかしてますけど、それが結局性に合うから選んでいるっていう可能性があるんですよ。時代だからとかじゃなくて、そういう働き方の方が生産性も上がるし、効率も高いし、お客様からの満足度も高いし、自分が何よりも幸福度満足度を高めて仕事ができるっていうから、フリーランスを選んだりとか、ノマドスタイルを選んだりとか、あるいは電車に揺られて会社に出社してっていうスタイルを選んでいる人もいたりするんですよね。だから合わない働き方で、要は普通にスーツを着て出社している人がノマドスタイルになった瞬間に、そこでストレスを通常の仕事のやり方にも溜めてしまうんだったら、今の時代と言われようが自分に合う方法で仕事をした方が確実にいいと思うんですよね。だから皆さん自身が振り返ってみた時に、まだテレワークやられてない方がもしこの中にいらっしゃれば、テレワークした方だったら自分は向いてるか向いてないかっていうのはなんとなく肌感覚で分かってると思うんですけど、まだしたことないという方はですね、自分の仕事がルーティン化できるものなのかどうか、そもそも、あるいは自分がそもそもルーティン化に向いているタイプなのかどうかっていうのをぜひ見極めてほしいんですね。だから時間と場所にとらわれない働き方をなんていうことをこう今言われたりしてますけど、そういうようなことではなくて、時間と場所が決まっている方が働きやすい人っていうのも絶対いるんですよ。で、一方で時間と場所が決まってなくても働けるっていう人もいる。ただしそれはルーティン化ができている人じゃないと、なかなか自分を律して仕事に取り組むっていうのは難しいですよっていう、まあ、そういうことなんですよね。だから究極言うと効率とか生産性っていうのはまた度外視の話にはなるんで、なかなか難しいところではあるんですけど、要はこのスタイルの方が働きやすいんですって言って、ノマドスタイルとかフリーランスみたいな働き方をしている方が月の給料分も売り上げ上げれてないってなったら、お前こっちちょっと会社に来いって言って引っ張らなくちゃいけなかったりとかしますけど、そうでない限り、通常の出さなくちゃいけない、いい成果を出せているのであれば、ノマドスタイルで働こうが、普通の会社に出社をしようが、皆さん自身がこの働き方が性に合ってるよねっていうやり方でぜひやっていただきたいというふうに思います。はい、なので時々なんて言うでしょうね、私もそのお客様先に、今はようやく通常に戻って訪問とかして、私もともとお客様先に訪問してっていうのがすごく好きなタイプなので、そういうやり方をしていると、まあ、中にはそれをあまりよく思ってない、それはそのコロナっていう意味ではなくてよく思ってない、人とかもいるんですけど、それはあなたがその働き方が苦手なだけであって、僕はこういうやり方が合ってるし、事実まあ、いつかとは言えないですけども、今の会社で、きちんとナンバーワンの成績を取ったタイミングもあったりします。ですからそういう意味で言うと、働き方云々っていうことに関して、法律に縛られない範囲であるなら、とやかく言われる筋合いはないよねっていう、まあ、そんなことがいいのではないかなっていうふうに思います。まあ、とはいえ僕もやっぱりお客様先に訪問してっていうような身体的負担っていうのは正直否めないところもあるので、もうちょっとそこを軽くするためにはどうしたらいいかなっていうことを今考えなくちゃいけない時期にあるのではないかなというふうには思ってます。ただそうは言っても、仕事のじゃあスタイルを変えた時に、お客様先に訪問している身体的、負担よりもさらに大きくなるようであれば、それは元に戻すっていう話になるかとは思うんですけどね。皆さんはどういう働き方が自分の性に合っていて、負担も少なくて、かつ幸福度も満足度も、そして成果も一番上げられるでしょうかというところをぜひ考えて、自分ご自身の働くスタイルっていうのを考えていただけたらなというふうに思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。